どうもおはようからこんばんは、遠野でござる。 PS4 版怪離星ミリオンアーサー、さあ続きをやっていきましょう。で、まあカードですけれどもね、結構いろいろ強化しておりますよ。で、まあ私がこのゲーム、まあプレイしているのがだいたい 1,2 時間、まあ1日 1,2 時間ぐらい、まあかつまあね、時間帯も狙ってプレイできないのと、まあ、あとは運要素も結構絡んでくるので、まああまりこうアドバイスをきちっと反映できてなかったり、うまく強化できてなかったりっていうのは、まあらかじめご了承ください。でデッキですけれども、こちら、ここまで強化しました。でカードも全部盗賊アーサー系で埋めております。で表示レベルでいくと、もう私の手持ちは全部マックスにしております。まあ、手持ちっていうか、この対、まあ、妖精狩りデッキなんですけれども、まあ、そこを強化して、あとはこっちはまあ物理系ダウンもまあ加えたデッキにしているんですよね。まあ、そっちの方はまだまだ強化は不十分なんですけれども、まあ、ここまでまあ成長はしています。まあ、そこそこ戦えるぐらいにはなっているかなとは思います。強敵がいるみたいですね。おっと、もうちょっとデッキを紹介していこうかな。まあ、この辺、まあ、魔法攻撃力を落とすカード、まあ、この辺は、まあ、あらかじめ前から取っていたんですけれども、その辺を強化して、あとは、まあ、バーゲストも手に入れたんで、こちらマックスまで強化。ただね、こういう炎系の、強化、キラリーかな、まだ揃っていないんで、まあ、その辺はまだまだ強化はできない状態、強化だ、進化はできない状態ですね。まあ炎系なんで、まあ、あれだな、火曜日火曜日を狙えばいいんですけれども、これを取っているのが9月の22日木曜日ということは、まあ、キーなんで、まあ、緑系のカードが中心に手に入るわけではございますが、でもいいね、これ火ダメージがまあそこそこあって、ね、物理ダメージダウン、これはいいとは思いますよ。あとはね、先々週あたりかな、サマーフェスかな、あれで結構水着系手に入っているのは非常に嬉しいな。その辺で結構いろいろカードは、まあ、手に入れてはいるんですよね。まあ、デッキで見ていくとこの辺かな、まあ、こういうかなりエロいな、まあ、歌姫アーサーのなんかね、なんだったっけな、まあ、作り物っていうのかな、レプリカかな、まあ、それらしいんですけれども、物理ダメージダウン、でさらには、まあ、チェインが 3チェイン以上だと毎ターン毒ダメージ、ヒットポイントに結構ブーストがかかるんですよね。うん、見るとなぜか入れていないぞ。どれを外そうか、まあ、そろそろこの辺のカードも、まあ、不十分かなって思ってくるんで、まあ、こんな感じかな。ヒットポイントが1万4000になった、素晴らしいぞ。まあ、妖精系でやるならあんまりこう物理ダメージダウンはあんまり意味はないとは思いますが、まあ、やっていこう。強敵がいるみたいですね。で今回、まあ、クエストですけれども、まあ、欲しいカードがあるんですよね。今スペシャルクエスト、まあ、この辺しか出ていないんですけれども、まあ、盗賊アーサー系ならこのバーゲストなんですが、こちらこれが欲しいんですよね。で盗賊アーサー系のこのイゾルデ、火ダメージかまあこの辺こうヒットポイントと魔法ダメージにボーナスがもらえる、この辺こう強化していったらいいような気がするな。しかも結構かわいい、あ、バスト90もあるんだ。へえ、意外とカードとかって見た目以上のバストだったり、見た目以下のバストだったり、バストだったりするのが、まあ、かなり気になるところではあるが、その辺設定が甘々なんじゃないのか。消費クエストは25、まあ、この辺をやっていこうかなとは思いますよ。どうしようかな、メンバー、まあ、せっかくですから、まあ、私の、まあ、いろいろコメントくださっている方とかもろもろその辺中心で いこうとは思うんですけれども、一戦やったらカードが手に入ったんで、それ以降やっていないので、この攻撃が物理系か魔法系かはあまり考えてはいないが、さあどうしよう、まあ、物理系やっていこうか。まずは両端から倒していこう。少しはできるじゃない。さあ初っ端から回復しても意味はないぞ。いや、エロいなね、クリスタルとかもっと効率よく入れば、まあ、いろんなガチャができるんでしょうけれどもね、ガチャができない以上はカードは手に入らないですからね。まあここら辺は当たり前ではございますが、どうやったら効率よく入るんだろうね。まあいろいろミッションを達成していくか、ストーリーとかああいうのを進めていけばいいとは思うんですが、さあ私が食らっている、おそらくこの回復は私だと思うので、どうしようかな。
さっき攻撃何やったか見てなかったんだがさて弱点を攻めていこう。まずは両端から倒していく。続きはまた今度、ね、この辺でねいいカードが、まあ、右下ですけれども手に入ればいいとは思うが、まあ、私が狙っているのは、まあ、このシルバーかな、まあ、この辺をくれれば嬉しいが、甘い石をくれてやる。目標よし、ダメージは29000。おや回復してくるか、なか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 手強いぞ。物理系ですね見ていると。まあその辺は防御は下げてはいるが、魔法器は下げても意味がないな。とりあえずは、まあ、この辺、まあ、与えたダメージ回復っていうもあるんですけれども、まあ攻撃を加えていこう。かわいいね、皆さん私にこう続いてくれればいいか。俺のビーチバレーの腕を見ろ。どうなっても知らないわよ。よし、両剣 B 撃破、あとは右の A を撃破して本体を狙えばいい。少々手荒だが。おやおや、不合浅く狙うのはそっちじゃないよ。食らぬ食らわぬは、その程度かね。特に強化とか弱体されているものはないが、どうしようか。とりあえずは攻撃を加えていこう。この一ターンで両剣 A は撃破。はい、さあ皆の衆よろしく頼むぞ。まあ、いろいろね、あのスペシャルクエストやってカードは手に入ってはいるんですけれども、まあ、強化は、まあ、盗賊アーサー中心でやっているので、ね、まあ、あんまりこうね他のアーサーを使うっていうのはなかなか難しいかなとは思う。さあ撃破したぞ。これでカードが手に入ればいいんですが、さて何が手に入る。最近ね運要素非常に悪いんですよね。サマーフェスかな、あれが始まってから結構ボーナスをもらえて、そこでは結構いろんなカードが手に入ったんですが、おっと欲しいカードが手に入らない。強敵がいるみたいですね。まあいい、まだまだクエストポイントあるのでやっていこう。まあ、アイテムで回復させるっていう手もあるんですが、あんまりもったいない気はするんですよね。とりあえずはもう一戦やってみて、まあ考えようかな。できるだけ絆ポイント欲しいな。まあ、絆ポイントで手に入るカードもねあんまりこうよろしくないんですよね。まあその辺私の運の悪さもあるんでしょうけれども、さて再戦していくぞ。結局デッキはさっきと同じものを使っているが、ふむ、まあ魔法ダメージダウンのこの辺ぐらいしかないが、まあいい、私を強化していこう。頼むぞ。前回とは違って全員レベルをマックスにしている。以前よりかはだいぶ強くなっているとは思うが、しかし超級とかやっていると1ポイントの目安って25000とか書いてあるんですけれども、まあ、そう考えるとまだまだ先は長い気がするな。まあ、結構妖精狩り中心にやっている、かつ、まあ、チアリーイーターとか出ればやってはいるんですけれども、さあ2ターン目弱点を攻めていくぞ。潤いの雨、いいな。こう時々こう全体攻撃とかあったりするんですけれども、ああいうカードが私も欲しいところではございますが、いえそう、それこ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 れ強すぎない？いや強さがおかしいな、こういうの欲しいな。まあ言うてね運要素絡んでくるからね、先ほども言いました通り、おっとわずか2ターンで撃破、素晴らしいぞ。さあこれで手に入ればいいが、まあバーゲストが入ってもまあ名声を上げればいいだけのこと、まあ言ってると入ったんですけれども、おやサマーフェスのポイントか、全然溜まってないとは思うんですよね。強敵がいるみたいですね。じゃあちょっとガチャを見ていこう。これでメダルガチャ、さすがに1万はないな、まだ1600しかないのか。で最初の方なんか10万枚ぐらいもらえて一気に引きまくって、でこの歌姫とか、あとこのね盗賊アーサーとか富豪とか傭兵アーサー、まあ、全部手に入っているんですけれども、まあ、その辺手に入ったんですが、それ以降いいのは入らない。8回ガチャル、なるほど1600枚か、やってみよう。お、なんかいいのが出そうな気がする。
お、アルティメットチアリー、いいね。まあこの辺は明星強化、あとはキラリー、光のキラリーか。できればね、闇のこのもう一個上が欲しいな。ふむ、まあアルティメットチアリーが入っただけでもよしとしよう。強敵がいるみたいですね。一応ね、カードでデッキ、 あとは他のアーサーも一応おすすめで、まあ、設定してはいるんですが、まだまだ S の状態ね。まあ盗賊アーサー中心でやってるんで、 このアーサーだけ、まあ、能力が飛び抜けているのはしょうがない。やっぱり主力はマンタンクかな。一番こうダメージが与えれるんですよね。かつコストは4、バーゲストも強いんですがコストは5あるんで、まあ序盤でしばらく使えないんですよね。あとはね、ガンどうだろう。私の魔法攻撃強化系、まあ1個外そうかなとも考えてはいるんですよね。まあその辺こうエレックさんがいれば十分かなとは思うんですよ。まあその辺こう考えながら編成していきたいとは思いますが、まあとりあえず手持ちのカードでなんとかやっていくしかあるまい。強敵がいるみたいですね。さあ戦う、どうしようか。もう一回ぐらいやっていきたいんですよね、時間的に。バーゲストクエストポイント2分の1回復、お、これで1回分できる。じゃああと1戦やっていこう。あの同じね、あの相手ばっかで、まあ、つまらないとは思いますけれども、私がね狙っているカード欲しいためにやらせていただきますよ。とりあえずクエストポイントが欲しい。あ、絆ポイントかな。さあ皆の衆よろしく頼む。魔法、あの名前が黄色になっているのは何か意味があるんでしょうかね。このミツバチさんという方、名前が黄色になっている。さて物理ダメージダウン、チェインは狙えないがやっていこう。はい、恵みの雨です。うわさはちゃんかな、私も持っているぞ。心に響け演歌の花道、くらいなさ。さあ腕ひしぎ十字固めでプリーズ。少々手荒だが、左右狙ってほしいな。なかなかやるではないか。だがまだヒットポイントは1万以上ある。さて何を狙っていく。毎ターン回復があれついているんで、ヒットポイントが回復した。魔法ダメージを下げてもしょうがない。ダメージを与えて回復もあんまり意味はない。とりあえず一旦様子を見させてもらいましょう。ね、ここまでねカード強化したいな。まあそれならば火曜日中心で狙っていくしかないとは思うが、そうなるとほぼ1週間待たないといけない。ですかね、1日間プレイしているだけでも、まあ、なかなかまあまあそこそこ強くはなっているん でかつ私も、まあ、私なりに楽しんではいるので、まあ、結構ねこういったゲーム始めてよかったなとは思っています。まあ、他の実況とか、まあ、編集もろもろの兼ね合いのせいで、まあ、あまりこううまくというか、まあこちらのゲームに時間を割くことは、まあ、できないんですけれども、いや私も全体攻撃系が欲しい。どうなっても知らないわよ。おや、皆の衆本体中心に狙っていくかね。回復したか、やるな。さあ毛玉ちゃん、そろそろヒットポイントが危ない。回復した方がいいのではないのかね。攻撃系がいないな。魔法防御弾、こちらは物理防御弾、こちらを当てていこう。私も役に立ってみせるよ。いや役に立っていますよ、皆さんよろしく頼みます。私があまりこう攻撃系1枚外したっていうのもあってか、なかなかダメージは与えづらくはなっているので、まあ、他の方々のまあ防御力がまあ肝ですよ。さあ物理防御ダウン、皆の衆よろしく頼む。俺のビーチバレーの腕を見ろ。ビーチバレーとこれは関係ないとは思うんだが、よーし、あとは右よろしく頼むぞ。あらまあかわいそう。ふむ、この感じだと本体が先にやられそうな気はするが、まとめて倒していきたい。ならバーゲストにはバーゲストを当てよう。
一応魔法攻撃は上がってはいないのかな。じゃあこっちガネイラさんを加えてこう当てていく。痛いの飛んでけ。ガネイラさんかな。勝負をつけます。よし撃破。さあこれでどうだ。3回も連続でやっているからそろそろ欲しいところではあるが、見ると猟犬 A は撃破にはなっていないのかな。ふむ、どうやらカードは手に入らない。やはり最近の私の運はどうやら悪くなっているようだ。ミッション何を達成した。お、バーゲスト3回クリア。まだ最後に、まあ、2000溜まっているのでもう1回サマーフェスのガチャをやって終了にしましょう。強敵がいるみたいですね。さあ、まあ、1万貯めてやいやいいんですけれども、私もね結構待つのが嫌なタイプなのでこちらをやっていく。いいな、欲しいな、ビーチフェスすごい欲しい。おっと、こっちはクリスタルか。いや購入はしない。あの課金はね一切やらずにやっているんですよね。だってね結構高いじゃん貧乏人にはかなり苦しいぞ。お、またアルティメットチアリー。お、またアルティメットチアリー、素晴らしいぞ。まあこれで私が主力以外のカードを強化してどんどん進化していこうかなとは思っていますよ。強敵がいるみたいですね。さて、じゃあ今回はここまで。まあまたね1週間かけて私のデッキの強化、まあもろもろしていこうとは思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。